どうもパーシーチャンネルでーす。はい、今日はね金曜日なので恒例のパーシートーク第12回目ですね、お届けしていきたいと思いますが、皆さんめちゃくちゃ寒いけど体調の方大丈夫でしょうか。今日は11月18日かな、17の金曜日なんですが、まあ寒いね、ほんと冬になっちゃった。あーびっくりするわ。手袋マフラーがほんと欲しい季節になってきましたね。はい、まあ今週もねちょっといろいろありましたが、月曜日から振り返っていきましょう。はい、テーブルにもついにこたつが出てきましたが、まずね月曜日はミニストーリーですね。ミニストーリーの方見ていただけましたでしょうか。ついにカナ、プラレールのカナが登場した回ですね。こちらのね紹介動画も今度上げますのでお楽しみに。ちょっと普通のプラレールよりはやっぱ 2D のプラレール、まあ初めて買ったんだけど、タイヤがね車輪がちょっと面白い形してましたね。なんかギザギザしててね、多分あれ一番最初に発売されたこうスピンするこういうなんかありましたよね。あそこにこう上に行っても落ちないようにああいうタイヤの仕組みになってんじゃないかな。ちょっと変な形してましたが、はい、ちょっとね今度は後日ダグラスとかと一緒に紹介動画アップしたいと思います。ついにねカナが女神カナを、ダグラスが女神カナを発見しまして、ドナルドとねレースをするところまでやってきたわけですが、ね、レースに跳ねて勝ってですね、ダグラスは大きくなることができるんでしょうか。そしてこのミニストーリーが本編のノースキングダムでどうこう交わっていくのかもね、ちょっとそこら辺もちょっと注目して待っていてください。そして火曜日アップしなかったんでね、こちらね火曜日はカイナちゃんがねメロンパン食べてますね。これパンダ、これ四角いね、一口パンなんだけどね、メロンパンが外側にあって、これかじっていくと中にチョコが入ってたり、クリームが入ってたりジャムが入って、なかなか面白いパンをねうちのお母さんが買ってくれたので、はい、カイナちゃんが食べている写真でございます。この日は確かめちゃくちゃ忙しくて何もアップできなかったんだよね。そして水曜日は、パシストーリーのねノースキングダム編のボリューム3、こちらをアップさせてもらいました。ほんと自転車操業で毎週ねもう1週間かけて、普通のストーリーと違ってやっぱ時間かかるから作るのにね、編集もめちゃくちゃ時間かかって、毎週水曜日のもう最後の最後夕方まで編集して、ほんとギリギリアップみたいな感じでね作り上げてるので、そうだ疲れちゃって、だ水曜アップし終わると木金土ぐらいまで作りたくなくなっちゃうんですよ。だからまたね日曜日ぐらいからいそいそと作り始めて、また水曜日に自転車操業アップにつながっていくわけなんですが、今回のねボリューム3で何が起こったんだっけ。あ、そうだね、モリスンをついに見つけたんですね。伝説の魔法使いと言われておりますが、はい、命の炎を削りながら魔法をまだ使えるということでですね、これからパーシー、レディ、モリスン、ファルコンと一緒にノースキングダム城でキングダム城を奪還しに行く、反転攻勢しに行くお話とこれからなっていきますので、ちょっとそちらの方もね楽しみにしていてくださいませ。そして木曜日はついに応援が当たったんだ。あ、そうだそうだ、これもね今度あの応援ね、これもあの今度これほら応援とこの応援のリフトとスロープレールでこうね合体できるみたいなことだったので、そちらの方とか今回当たったガチャ14種類ぐらい確か当たったと思うんで、そちらをまとめてね一挙にご紹介したいと思います。そうしないとね、だからもう来週の木曜は恒例ガチャじゃなくて、ガチャガチャのご紹介動画を撮りまして、それで一旦このねブルーマウンテンの謎編は終わりにしまして、その次の週からは、2D トーマスの新しいガチャが発売しますんで、そちらの方をやっていきたいと思います。はい、そして木曜日はこのガチャをやって、さらにねこんな体験もしました。すごくないこれ。なんかね、カラオケルームのね、VIP ルームみたいなところをちょっと借りましてですね、なんと、マイクスタンドがあって、いわゆるこういうマイクじゃなくて、見たことあるかな?こう、固形石鹸みたいなね、長方形のこうマイク、なんていうの?こうやって歌うマイクじゃなくて、こう、縦にこう設置されてる、ここにこう歌うマイクって見たことありますかね?こういう形。そのマイクがこう設置してあってね、それがあったもんだから、ちょっと記念にね、歌わせてもらいました。機関車トーマスのテーマなんかも覚えたんでね、ちょっと歌ってみました。こんな感じです。機関車のトーマス、これやってくる、チャ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 走ってくる。はい、どうだったでしょうか。ちょっと恥ずかしいで全部は聞かせないですけども、まあちょっと全部聞きたいなっていうコメントがたくさん来ましたら、そのジャップしようかなともちょっと検討してみますが、
そして今日金曜日の朝にね、急遽あのショーツの方では、モルペコゲットだぜとここにいますが、ゲームセンターギゴのね、池袋の方にギーゴっていうのかな、ギゴっていうのかな、 GIGO、 あそこのなんか総本店って書いてあったけど、めっちゃでかいところがオープンしてて、葵くんが最近ポケモンカードに目覚めちゃったもんだからね、ちょっとポケモンカードもそうなんだけど、ポケモンのこの人形を取りに行ったりとかね、この上の階に行くとね、あのポケットモンスターのメザスタっていうの、あのゲーム機ちょっと出るかな、あれもちょっとね前から気になってて、ちょっと葵連れて行って一緒にやってみようと思った。面白いね、あれ変なタグっていうのかな、あれをね100円入れると出てくるしね、なんか敵と勝負して敵が弱ってきて、モンスターボールを投げて捕まえますかって出て、やりますって言って100円ポリンって入れるとモンスターボール投げて、で捕まるとその捕まえたモンスターがまたタグとしてカランって下から降りてくるんですね。でこれをまた手持ちのカール、あの手持ちの自分のモンスターとして使えるみたいなね、なかなか面白い次世代型のゲーム、そういうのをちょっといろいろ体験してきましたね。はい、それがなんかこの前の日曜日だったんだ、日曜日に行ってきてね、ずっと編集するの忘れてて、今日ね朝アップさせてもらいましたね。モルペコ良かったよ、これほんとね1600円ぐらい使ったと思うんだけど、あそこで取れてなかったも多分ね、葵がもうずーっとぐずってぐずっても絶対諦めつかなかったから、結局ね3000円でも4000円でも取れるまでやったと思うんだ。よかった、あのぐらいで取れたからね。ほんとね、コメントさっきも拝見しましたがね、何数十回に1回ぐらいこうアームが外れないっていうか、カチッとちゃんと固定される時があるみたいな、そういう感じなんだ今。そういうそこまでちょっと考えてなかったけど、まあ何回かやれば取れんだろうぐらいの、昔の UFO キャッチャーだったら本当にいいところにさえ入れば1回でね取れたんだけど、今のって本当にアームがこう軽くて、何かのどっかのタイミングでこう引っかかって取れるような仕組みなのかななんて思ってたんですが、まさかそのアームに細工がしてあんの？ 10 回20回に1回ぐらいちゃんとカチッとはまるような、それだったらちょっと悲しいな。もしそれがじゃあ本当だったら、まあ、今回僕がそうね、だから1600円8回ぐらいやったと思うんだけど、8回でこうカチッと固まったんだったら結構ラッキーだった方なんじゃないかなとも思うんですが、どうなんでしょう、ちょっとそこら辺僕もはい分かりませんが、はい、ということでですね、うん、今週は本当でもガチャもね引きも良かったし、まあ、カラオケのVIPルームも入れたし、うん、あ、そして今月は11月の15日はね、僕の大好きな坂本龍馬さんの、誕生日でもあり命日だったのでね、彼が、亡くなる当日ですね、寒かったので京都の大宮ですね、大宮で潜伏中にシャモ鍋、まあ戦う軍の鳥ですね、軍鳥シャモを使った鍋が好きだったみたいでね、そのシャモ鍋を食べようとね、家来というか、まあ、下僕の峰岸に買いに行かせたところ、四角に襲われてね、シャモ鍋を食べることなくこの世を去ってしまったわけなんです。それを追悼してという意味合いもありますが、まあ、単純に寒くなって鍋食べたかったっていうのもあるんですけどでも本当いつ毎年ね忘れててできなかったんだよね、うん、まあ、シャモはちょっと手に入らなかったんで、この鶏鍋こちらをねいただきながら龍馬を追悼させていただきました。はい、ということで今週はね、まあいろいろありましたね、こんな感じで。まあ、土曜日はね仕事もあるけど、土曜日なんかアップしようかな、日曜日この前もライブやるなんつってちょっとねお出かけしちゃってできなかったんですけど、あとねここのお家をねちょっと売却しようとしてまして、そのためにちょっと不動産屋さんとね会ったりして打ち合わせしたりね、いろいろ新しいお家見に行ったりとかね、いろいろ忙しくてちょっと、うん、日曜日朝早くから朝9時から来たんでね、この前その不動産屋さんがちょっと忙しくてなかなかライブもできないね、状況が続いてますが、まあ、今週の日曜日はその特に大した予定もないと思うので、うん、何かしらの動画をアップしたいと思います。もしくはねライブの方できたらやりたいなとも思いますね。それとあと皆さんね、まあ、葵くんもそろそろ6歳で、この前も YouTube ね一つ撮影したじゃないですか、ご紹介動画、まあ、自分でもちょっとね、紹介動画とかなんか YouTube にちょっと関心を持ち出してきたんですが、いまいち何をやっていいか、まあ、プラレールはもう僕がやってるから同じことはあんまやりたくないみたいで、まあなんかこう検証とかやってみたいみたいでね、そのメントスコーラーやりたいってこの前も言ってましたが、他にもなんかなんだろう、昔やってた YouTuber がやってた検証とか検証動画とか、これやったら一周回って面白いんじゃないみたいな、懐かしいんじゃないみたいな、そういうのやったら逆に今また面白いんじゃないかなと思って考えたりもしてるんですよね。ほんとかつて10年前ぐらいの YouTube で流行ってたようなこと、もう激辛でもデスソースとかでもそうなんですけど、そういうのをまた改めてこの令和の時代で令和の子供たちがねやってみるっていうのはまたちょっと一見面白い
面白く見れるんじゃないでしょうかなと思うので、もし何か皆さんでそういう、まあ、こんなのまた一周回ってやったら面白いんじゃないのってありましたら、コメントの方にぜひ書き込んでおいてくださいませ。ということで、今日はね、今日のパーシートークはここら辺で終わりにしたいと思います。ほんとモロッペ当たってよかったね。モロッペ行こうか。はい、ということで今週もね、皆さんたくさん見ていただいてありがとうございました。来週もよろしくお願いします。それではまたご覧ください。バイバイよ。